時、村路安政五年八月十七日は、江戸時代後期の女性、極定和金の筆記助手。紀州藩が老見浦長と神の医師、時村元律の次女として、神田作間町に生まれる。はじめ鉄と名付けられ、手習い、三元を学ぶが三元を好まず、舞踊を学ぶ。姉と共に、松平正海底に仕える。その後江戸城に勤め、二十一歳で、父のもとにあり。 文政十年二十二歳で、極低馬金の着手、滝沢総白京次に化し、道と改名する。着難太郎京国のほか事情も受ける。しかるに、天保六年、総白死去、翌七年神田品の町で、馬金夫婦と同居す。天保十年前後より馬金の暗室が進みついに、命を失うに至るが、道は、その口術筆記を行い同期に断られの名で大作も、 行う。南宋里見八県伝の後半、玉石道時君などは、道の手になり、難しい漢字を学び馬ごと独特の振り仮名に、苦心する。海江元年馬金死去、翌年太郎死去。海江元年馬金最後の年寄り自自ら日記を記し、近年、木村美代子により、道女日記として刊行される。道女の筆記者としての苦難は、明治期よりよく知られ、 名女として称賛され、かぶらききよかたがその画材とするほか、馬金を描くキーワーに欠かせない人物となっている。改名は、三沢誉れ純節郎総大師。なお森田聖子、滝沢寺女の子と、以来滝沢路とされているが、江戸時代は、夫婦別姓であるから、時村寺とするのが正しい。ありがとうございます。